ロングアイランドレールロードのコンコースエライ・ダブリ W ・ハーの電車に向かうラッシュアワーの群衆出発ゲートペン駅の地下のプラットフォームへ向かう線路。ハドソン川上空から見た再開発前のハドソンヤード園庭の建物がペン駅2009年ペンシルベニア駅はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークシマンハッタン区チェルシーにある同市のグランドセントラル駅と並ぶ大規模な駅である。ペン駅。 ペンステーションの愛称でも呼ばれる。ペンシルベニア駅はチェルシーの北部でミッドタウンウエストの中央7から8番街と31から32丁目に囲まれた街区に位置している。駅舎はマディソンスクエアガーデンと共有の建物を使っている。1日あたりおよそ600本もの列車が発着している。駅の主要施設は地下にあり、プラットホームは 隣のジェームズ・ファーレー郵便局の地下まで伸びている。郵便局からハドソン側の間の区画には、またのウエストサイドヤード車両基地があり、周辺では大規模なハドソンヤード再開発が進行中である。駅の周辺には、ブロードウェイやデパートの名シーズマンハッタンモールなどもある。地下道などを通じて、下記の路線に乗り換えが可能である。 アメリカの私鉄最大手であったペンシルバニア鉄道のターミナル駅はハドソン川の西岸にありマンハッタンからはフェリーで連絡していた。同社にとってマンハッタン乗り入れは長年の悲願であった。ハドソン川を渡る鉄道橋は建設できず家庭トンネルは蒸気機関車を通すには適しないためハドソン川を渡る方法がない状態であったがトンネル内を電化して電気機関車が 蒸気機関車を牽引することにより、マンハッタンに鉄道を引く目途が立つようになった。1902年、ニューヨーク市当局の建設許可を受け用地の買収が開始。当時テンダーロイン地区と呼ばれた、陥落街の2ブロックが丸ごとさら地になった。1904年には、川の下を横断するトンネルと駅舎の建設が始まった。乗り場は地下にあるため大量の土砂が掘削された。 駅舎は、ギリシア神殿のように列中の並ぶ荘厳なボザール、洋式の建物で、2外区分の敷地いっぱいに建てられた。駅は1910年に完成、開業した。第二次世界大戦後、ハイウェイや航空路線の広がりに伴い、鉄道の利用者は、急激に減少した。ペンシルバニア鉄道も赤字経営となり、鉄道以外の収益を増やす必要に迫られ、 マンハッタンの一等地にあるペン駅舎を建て替えることになった。反対運動が起こったが1963年に解体は実行された。しかし歴史的建築保存運動が高揚するきっかけになり、その後のグランドセントラル駅保存などにつながった。新駅舎は不動産ディベロッパーとの共同プロジェクトでマディソンスクエアガーデンと共有の建物になった。切符売り場や インフォメーションセンター、待合室なども現代的に改装されたが、地下のプラットフォームだけは創建当時の佇まいを残している。近年、駅舎の建て替え計画がある。有数の世界都市にふさわしい駅舎を建てるため、マディソンスクエアガーデンは、リース契約が切れる2023年までに、別の場所へ移転しなければならない。状況次第では契約更新もあり得るが、 現在のところ移転先の有力候補は9番街と28から30丁目に立つアスプス、モルガン郵便施設の敷地となっている。アムトラックの列車は長距離列車でいずれも列車ごとに名前がついているので、本校でも列車ごとに羅列する。ペンステーションの前後をはじめとして、ニューヨーク近郊のほとんどの区間は複々線になっており、このような区間では、 アムトラックの列車は主要駅だけに停車し、小さな駅はメトロノース鉄道やニュージャージートランジットのような通勤、近郊鉄道が停車することで長距離移動客と近距離移動客の分離を図っている。アムトラックの列車は基本的に定員制でリクライニングシート採用の車両、前述のようなダイヤ構成と通勤鉄道に比べて早くて快適だが、 同じ駅同士を移動する場合は、通勤鉄道に比べて料金は高い。また、同じアムトラックでも列車によって料金が異なる。コネチカット州方面域マンハッタンから東に進み、コネチカット州やマサチューセッツ州方面へ向かう列車。並走する通勤鉄道は、メトロノース鉄道のニューヘイブン線で、ニューロシェル付近で合流する。ニュージャージー州方面域マンハッタンから西に進み、 ニュージャージー州、ペンシルベニア州、ワシントン DC 方面へ向かう列車。並走する通勤鉄道は、ニュージャージートランジットの NJT ノースイースと堀道線。ニューヨーク州北部方面行きエンパイアコネクションの位置。ハドソン側に沿って北上し、ニューヨーク州の州とオールバニーなどを経由する列車。並走する通勤鉄道は、メトロノース鉄道のハドソン線で、 リバーデール付近で合流し、ポキプシーまで同じ線路を走る。もともと、この方面に行く列車は、ニューヨークセントラル鉄道の列車であり、ペンシルバニア鉄道のターミナルである、当駅ではなく、ニューヨークセントラル鉄道のターミナルである、グランドセントラル駅に発着していた。1960年末に両社が合併し、ペンセントラル鉄道になり、さらにはアムトラックになってからも、 ターミナル駅が分けられており、両駅の移動には手間がかかっていた。これを解消するために貨物船を流用、再整備したエンパイアコネクションと呼ばれる短絡船が建設され、1991年4月7日より n y 州北部へ行く列車も当駅発着に統一された。ありがとうございます。